こちらの道路を渡ろうとすると、道路脇に高く積み上がった雪山の影響で、体を車道に大きく出さないと車の存在を確認することができません。ここは札幌市北区トンデンの住宅街。近くに小学校があり、通学路になっています。しかし、道路脇にできた雪山が死角となり、子どもたちの姿はほとんど見えません。今、小学生が道路を渡ろうとしていますが、雪山で死角となり、姿が全く見えませんでした。高い雪の壁は、ドライバーの視界も遮ります。左側の雪山に気を取られていると、奥の雪山から歩行者が何の前触れもなく現れる場面がありました。歩行者からはどのように見えているのか、大人と子供で見え方の違いを比較してみます。大人の目線でも雪山が死角となり、車をすぐに確認するのが難しい状況です。これを子どもの目線で見てみると、背丈を超える雪山が視界を遮り、道路側の様子をほとんど確認できません。一方、車道側の別のカメラでも子どもの姿を確認することはできませんでした。通学路で子どもたちを見守るスクールガードの男性も、1年を通して最も気を使う時期だといいます。やっぱ見えなくて、子どもたち小さいから、ああいう山ができた場合、そういうところはやっぱり気をつけて誘導するという形をとっていますね。雪がもたらす通学路の危険、ドライバーも歩行者もより一層の注意が必要です。